はいどうも、皆様こんにちは、こうやでございます。ということでですね、今回は、ゲーマーズにてですね、今回もこちら購入いたしましたけれども、今回はですね、こちらを購入いたしました。はい、ラブライブサンシャインテレビアニメ2期、オープニング主題歌、未来の僕らは知ってるよでございます。今回こちらを購入いたしました。こちらは今回ゲーマーズで購入いたしまして、お値段は1300円プラス税いたしました。そしてですね、今回は店舗特典もいくつかついてまいりました。はい、まずはこちらですね。はい、こちらですね、ゲーマーズのですね A4 クリアファイルとなっております。このね、濃い青色がね、ちょっとすごいいい感じに出ておりますけれども、こちらの A4 クリアファイルがついておりまして、それとこちらの、オリジナルブロマイド、こちらもですね、ついてまいりました。はい。そしてですね、こちらもついてまいりましたけれども、テレビアニメ2期の未来の僕ら知ってるよ発売記念キャンペーンというものがですね、行われます。こちらはですね、応募用紙ですね。はい。こちら10月の29日、今週末までですのでね、早めに皆さん応募するようにいたしましょう。さて、早速ですね、じゃあこちらのね、CD 開けていきたいなと思います。はい、ですね、こんな感じになっております。はい、未来の僕ら知ってるようなこちらのジャケットですけれども、すごいね、なんか洗礼された衣装デザインだったり、すごいおしゃれですよね。青と白のこのおしゃれな 色合いといいますか。でですね、裏面はこういった感じになっておりまして、収録曲はね、こちらには書かれておりますけれども、今回はですね、こちらのオープニング主題歌の未来の僕らは知ってるよと、こちらですね、カップリング曲の君の瞳をめぐる冒険という曲が入っております。こちらはですね、君の瞳をめぐる冒険はですね、青島マリンパークで来年から行われます、リアル脱出ゲームとのコラボイベント、こちらのテーマソングともなっております。そしてですね、それぞれのオフボが入っているといった感じですね。はい。ちなみにね、今回こちらにはアクアのオープニングメンバーカードもね、付属しているということで、一体ね、今回誰が入っているのかね、楽しみですね。はい、じゃあ開けていきましょうか。はい、おー、すごいですね。なんか今回すげー、なんかまたもやおしゃれなデザインですね。このね、すごい特殊な形した、なんか三角形の形がしたものがね、なんかこうあって、すごい星型をなんか連想させるような感じですけれども、それとあとこちらにはですね、歌詞が書いてあるとともに、メンバーカードもこの中に入っております。それじゃあですね、早速メンバーカードを、見ていきましょう。一体誰が入っているのかな。ほっ、あ、マリーだ、シャイニーだ、すげえ今回シャイニーが入ってましたね。そしてこちらもなんか入ってました。あ、すげえ、リアル脱出ゲームのコラボイベントのクイズがですね、書いてありました。 CD 限定謎解きだって。すげえ、こんなのあるんだ。これもね、ちょっと面白そうなんでやってみたいなと思います。そしてこちらには歌詞が書いてありますね。ちなみにですね、こちらの CD を、取りますと、はい、こんな感じでですね、ちょっとこうね、滑走路みたいなラインがね、こうステージからバーって出てますね。これもこれでかっこいいですよね。うん、はい、ということでですね、今回は、こちらの、ラブライブサンシャインテレビアニメ2期オープニングの、未来の僕らは知ってるよをですね、開封レビューしていきましたね。まあ、今回ね、僕はフラゲいたしましたけれども、明日からはですね、正式な発売日ですのでね、皆さんもぜひ、こちらね、買って聞いてみてはいかがでしょうか。もしね、この動画いいと思ったらグッドボタン&チャンネル登録していただければ嬉しいです。ではね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でした。バイバイ。